皆さんこんにちは。今回は2024年1月19日に公開された映画ゴールデンカムイです。このチャンネルでは皆さんが映画を見るかどうか判断材料になるようなレビューをご紹介しています。新しい情報を発信していきますので、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。それでは本編をどうぞ。原作に対して忠実に作られていました。アニメを見ていなくても十分楽しめる。緊張感あふれる戦いがあると思えば、頬が緩んで大笑いしてしまうシーンもあり、バランスが良い。絶妙の魅力を醸し出している。アイヌが隠した金をめぐっての争奪戦。続編ありきの構成だった。とにかく迫力あって、疾走感あふれてて、生命力がたぎってる。アシリパちゃん、可愛いよ。ジャンプらしい生命力あふれる作品。いきなり苦手な戦争シーンから始まったけど、納得できるストーリー展開。キャラクターのイメージが崩されておらず、秀逸な作品。みんな見に行って興行収入上げよう。続編には必須だもんね。原作が最大のネタバレという意味のわからない感想だった。コスプレごっこに付き合わされるのかと思ったけど、スクリーンにはあのキャラたちがいた。原作を忠実に再現した監督に最大の感謝を送りたい。できることなら漫画の記憶をなくして映画を楽しみたい。素晴らしいキャスティング、肝となるシーンは作り込まれていてさすがです。原作ファンほど見て驚け。飯テロ要素もかなり強いので、ポップコーンは必須。見たかった映像がそこにあった。戦闘でのシーンではナイスボディも披露。白石の天然っぷりと尾形の冷酷さのコントラストが絶妙。この実写化は大正解すぎる。内容としてはアニメ一期の後は途中まで暗い。ポリコレムシのエンタメってだけで需要ある。熱量はかなり高く、決して適当に作られた作品ではない。しっかり原作通りで、キャラクターの再現度も高いし、ヒグマとのバトルも迫力満点。いかがでしたか？キャスティングに関しては絶賛の嵐だったようです。ただ山崎賢人さんより小田切丈さんではないか、そんな声も一部では上がっていましたね。皆さんはどう思いますか？そして最近のアニメを実写化した作品としては成功した作品なのかなという印象を受けました。そして山崎賢人さんはキングダムにも出演していましたね。概要欄に U-NEXT のリンクを貼っておきますので、ぜひこちらも楽しんでください。映画こそこそ噂話のコーナー。今作では非常に多くのこだわりポイントがあります。例えば鶴見の額当てですね。2本のベルトで固定されていますが、実は安定性が良くないそうです。安定させるためには上にもベルトがあればいいのですが、原作を忠実に再現するため工夫を重ねて多少のアクションではずれないようにしたそうです。そして実は一番こだわったポイントが眉毛だそうです。特に谷垣源次郎を演じる大谷亮平さんは作者も絶賛したそうですよ。さすがにあの鬼眉をそのまま再現はできませんでしたが、実写だったらこのくらいだよねレベルまでは近づけたそうですよ。ぜひ皆さんも劇場で細かいこだわりポイントを探してみてくださいね。皆さんは心に残っている映画はありますか？よければコメントで教えてください。最後に映画の上映スケジュールに関しては公式サイトをチェックしてください。次回もお楽しみに。